何が？まさかお前も、お前もオリビエを渡さない。オリビエだけは誰にも渡さない。それがシルベストルとの間にできた子ですか？なぜです、母上。なぜ裏切ったのです？大罪人が！答えなさい。北の野蛮人の娘、生かしてやっていた恩を忘れたのか？エルウィンという男はロザリアを守るため陣水しすぎた。国などという入れ物にどれほどの価値があるのか。父上は国を守っていただけではない、そこに住む民を守っていた。たかが民草を守って何になる。真に守るべきはそれを滑る者、そしてそのための高貴な血だ。血筋さえ絶えなければ国は作れる。民草を生み増やすことさえもな。私の血、そして私の腹から生まれた子、高潔なる血さえあれば世界を滑ることができる。だからザンブレクにロザリアを売ったのだ。バハムートを生むルサージュの血をも取り込み、この地上に君臨する最も高貴な子を成すためにな。そんなことのためにロザリア公国を。あなたにはもうジョシアがいただろう。何を言う。お前はドミナントに覚醒しないばかりか。父親に似てたくましく、しぶとく成長して、その強さはジョシアにこそあるべきだった。強い嫡男は妾の子に違いないと周囲に笑われ、フェニックスを持つ子は病弱。彼女の腹には重かったのだと下からそしりを受ける屈辱、決してお前などには分かるまい。お前さえ、お前さえフェニックスを宿していれば。それでも幼いジョシアはあなたの期待に応えるために国を担う重責に耐えていた。だから俺は盾となった、ジョシアを守るために。だがあなたは何をした。耐え難い現実から目を背け、ただ逃げただけじゃないか。俺たちを捨てて。ジョシア、私の哀れな子。あの日あの子は助かるはずだった。そのための迎えも。なのにどうして、お前が生き残ってジョシアが死んだのだ。あなたは本当に何も見えていないんだな。外を見ろ、ジョシアはそこにいる。バハムートと戦っているんだぞ。とどめを刺すつもりか。そんなこと俺がさせない。クライブ、thank you.
そこに入ればいいのか。
容赦。兄さん。上司は。兄さん。ごめん。ごめんなさい。生きていた。二人とも。生きて会えた。こんなに嬉しいことがあるか。会えたのね、やっと。ジル。やりましたよ、このディオン。ザンブレクの闇を打ち果たしました。父上、クライブ、マザークリスタルが。ああ、ひとまず脱出だ。待って、兄さん。彼には恩がある。わかった。殿下指揮の下で独自に展開しており、こちらが統制できる状況にございません。ディオンにここまでするとは。とにかく総力を挙げて新皇宮の召喚に取り掛かれ、都市部は後回しだ。もたもたするな、急げ。直ちに。殿下。ディオン、貴様、血迷ったか。すぐに清流騎士団を止めろ。ご安心を。民には手を出さぬよう伝えてあります。お助けに参りました、父上。助け。今ザンブレクは闇にまみれております。その根源こそ逆賊アナベラに他なりません。こんな時に何を言っている。父上、おいたわしや
あなたは闇に蝕まれ、ご自分を見失っておられる。思い出してください、父上。あなたはとても心の優しい異性者だった。それがなぜ、こうも民をないがしろにするようになったのか。なぜ、新たな火種をまこうとしているのか。ご賢人の皆々も心当たりがあるだろう。すべてはこの女が我がザンブレクに現れてから。だが広がった闇もこの人形を失えばすべて消えよう。何を、ディオ、ゲイカに刃を向けるとは何事か。カモン、捕らえろ。父上、かつてあなたはこうおっしゃられた。人が死ぬなら埋めばよいと、建屋が燃えれば建てればよいと。なれば全ての人々が死に絶え、全ての建屋が焼き尽くされた、その時、国は、指導者は、神は一体どうなるのでしょうか。今や多くのマザークリスタルが失われた。黒の一帯は広がり続け、人々は混乱している。この国難こそ我々が民を守らねば。それが他国に戦を仕掛け、バリスゼア全土を手中に収めようなどと、あなたは皆が築き上げてきた愛するものを全て灰にせよとおっしゃるのか。お前はそれを。私が灰にしろと言ってるんだ。みんな焼けばすぐに型がつくじゃないか。バハムートになってさ。ほら、バリッセを手に入れてよ、兄上。くれると思ってた。本当はもう少し早くこうなってるはずだったけど。まさか貴様が。お前は本当に我慢強いね。でもこれでようやく壊れてくれそうだ。ミュトスが近くまで来てる。さっさと暴れて奴に駆られておいでよ。ねえ、バハムート。父殺しのディオン。話は後だ。ここは危険です、母上。さあ、お早く。
それをつなぐ思念、思念が自我と自我を絡め、非我の境界を曖昧にする。なれば再び個として存立せよ。その思念の鎖を断ち切る。人よ、あるべき姿に戻るがよ。断りの名をもって創生に至る原初の鎖を。楽にしろ、国王陛下。久しぶりに抱いてみるか。前にしたのはいつだったかしら。もしお望みでしたら。いつもながら従順なことだ。人は驚くほど脆い。力を得ようが、さまつな感情に振り回されて自戒、思念なぞという鎖を生み出し、その脆さを補おうとする。弱きがゆえの下策でございましょう。火の子らが開口したことで、一時のことなれど無休の力を解放した。まもなくミュートスは我の器として完成し、では創生もまもなく。そのためには何時らの言う信頼、敬意を、慈愛、ミュートスにまとわりつく人の思念を排除し、この手に取り戻さねばならん。原初の鎖によって人は無となり、ミュトスへの思念は断たれる。だがもう一つ、ミュトス自身の発する思念が新たな鎖を生み出さんとも限らん。思念は紡がれる。そうなる前に全てを断ち切る。形なきものは消えとは、またいなことをおっしゃる。何時の斬鉄剣は何のためにある、オーディン。我とミュトスは一つとなり、まことあるべき世界を創生する。ミュトスを人として進化させてはならん。全ては御身のために。
カ様。ジョシアは？帰ってから気を失ったままだ。ジョシアの胸には大きな傷がある。肉腫のような。そこを中心にかなり石化も進んでいるとタルヤが言っていた。いろいろありすぎたわ。少し頭の整理をしましょうか。そうだな。この空の下で何が起きているんだ。ジョシアのことはタルヤに任せるしかない。オットーと状況確認を急ごう。